作っておいたパーツを組み合わせて4月の壁面を飾りましょう。今回使うのはお花紙で作った花束、コピー紙と色画用紙のクローバー、お花紙と色画用紙のタンポポ、桜をあしらった4月のタイトル、お花紙で作った蝶々です。縦75センチ、横135センチの水色の台紙の上に貼っていきました。まず花束の位置を決めたら、下の方にクローバーを貼りました。そして右上にタンポポ、中央に桜のタイトルを貼り、白い蝶々を飛ばして完成です。パーツを組み合わせるだけで、あっという間に素敵な壁面飾りが出来上がります。壁面の大きさや形に合わせてパーツを動かしながら飾り付けをお楽しみください。